釣り場に到着ですね。到着したけど人が多いかな。どうやろう。ちょっとぐるっと回ってみようか。わ、多いわ。すごく人が多い。みんなイカですね。エギングしとるわ。ちょっとぐるっと回ってみよう。お、多いな。遠投してサビキやな。みんなアジ狙いやな。そうやな、アジ狙っとる。この辺はアジやな。みんな晩になるとね、イカ釣りする人が増えるんやろうな。できたら街灯があるところがええんやけど、このね、先端のところは大人気スポット、人が多いんよな。毎日ね、平日でも人が多い。よ、やっぱ多いな。ちょっと違うとこ行ってみよっか。本当はここでしたがったけど、ちょっと違うとこ行ってみよう。ね、少し暗くなって人が少なくなったら移動かけよう。感じかな。お、今潮が入ってきてるな。アジがおる。アジじゃないな。特に魚は見えんし、風が若干強いな。さあ、人が多いわ。どこに行こうか。ちょっと移動しよう。はい、今日はね、魚釣りに来ております。今からね、魚釣りをして一体何が釣れるのかね、やっていきましょう。久しぶりの魚釣り、まずは1投目です。来るかな。とりあえずね、今回は沖竿で竿をね、置いてただ待っとくという形取りたいと思います。楽しみ。餌は青キビですね。青磯目って言うんかな。僕青キビって呼んどるんやけど、青キビ使っております。
寒くなってきた。ちょっと上着よう。さすがにもうこの時期ね、日が暮れると寒いんやな。ねえ、ただ当たりを待つだけというねえ、のんびりした時間好きなんよな。投げ釣りとか浮き釣りとか、ゆっくり待っとくのが好きなのよ。上着着たら暑い。よいしょ、一体ね、何が来るのか、来ないのか。今日ね、すごい人が多くて、なかなかね、いい場所が空いとらんのですよ。すごい人が多い。まあ時期もね、夏から秋へと変わってきてね、だいぶ気温も落ちたからな。たくさんの人が魚釣りしとる。ね、もう少し日が暮れて、ね、人が減ったら移動してみようかな。気配がない。ちょっと探ってみましょうか。ねえ、ちょっとツンツンやりながら釣ってみようか。あれ、餌がなくなっとる。全然当たりなかったんやけどな。餌がなくなっとる。いや、切れとるわ。お？切れちゃった。なぜや。フグです。フグ。一頭目フグ。一匹目フグ。ね、フグ逃がしてやろう。ちっちゃいフグ。あ、なんかいい匂いがする。どっかでバーベキューしとるな。いい匂いがする。ねえ、よく釣れる、なんか小さいやつが釣れた。これなんて魚なんやろ。ね、小さいお魚釣れました。大きいのが釣りたいけどなかなか来ないな。難しい。ぼちぼち日も暮れてね、いい感じやと思うんやけど、場所な、いいとこはいとらんもんな。はい、フグです。フグしか釣れん。フグばっかしね。このフグが食べれたらいいんやけど。フグしか来んな。On the dance.
the bow.